むしろ、むしろとは、藁やいぐさなどで編んだ簡素な敷物。講義のむしろは、藁むしろ、ご座、畳表、みこもなどの総称を言う。ご座むしろや、こもむしろなどの故障があり明確な区別はなかったと考えられている。ただし、十世紀の和名類受賞では、竹製のものに、むしろ、こも製のものに、咳を当て、材料により異なる漢字を用いていた。 競技のむしろは稲わらを材料にしたものを言う。聖徳二年成立の和漢三サ杖にはわらむしろは、農家では最も多用される敷物であると解説している。なお、競技のコモはマコモを編んだ敷物を言い、折って作られるむしろに比べると、縦糸の数が少ない。有志以前から使用されてきたと考えられている。近世になり、農産村民が、 声援を副業で行うようになった。むしろを制作することをむしろうちちという。むしろをおる機会を縁起という。天皇や貴人が歩く道筋や神事で祭人が占拠する通り道に敷く、むしろの道のことで、むしろの上に白い絹を敷く場合もある。縁道、または江戸という。平安時代に宮中で舞が演じられる際に庭に敷かれるむしろの道も、 沿道と呼ぶ。春日大社の式年造体で仮殿の渡る殿から本殿まで祭神が通る道に敷かれる。ものは清志五もと呼ばれ、明治以降は同大社の求心量の農家が今原で作ってきた。これは神職が聖泉宮前に精進決済のために泊まる。時間にも敷かれる。出雲大社の両殿祭では沿道にマコモが敷かれる。むしろは建設資材として、 コンクリート打折時の湿潤養生資材、のり面の被覆、緑化工事の材料など幅広く用いられている。ありがとうございます。